本日は2月23日後楽園大会カード発表会見をお越しいただきましてありがとうございます。本日は4試合発表させていただきます。他のカードは2月18日の新木場大会終了後に発表いたします。それではスペシャルシングルマッチ20分日本勝負、尾藤陽子対小波、初のシングル対決となります。お願いいたします。はい、尾藤陽子です。先日の新木場大会でですね、小波選手とは初対戦、ちょっとしか当たらなかったんですけども、初めて遭遇することになって、そうですね、小波すごい蹴りもサブミッションもすごい選手っていうのは知ってるんですけど、やっぱり蹴りの強さではね、私の方が全然強いと思ってるんで、その一発で小波を仕留めて、ちゃんとしたプロレス技、蹴りでもなくプロレス技で仕留めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、尾藤選手と先日の新木場大会で試合をさせていただいたんですけども、やっぱお互いにキックを使う選手ということで意識してたんですけど、空手をされてたんですよね。はい、でも尾藤さんのキックを私は受けるつもりもないですし、胸を借りるつもりもないので、初めから負けるつもりで試合はしないので、勝ちを狙っていきたいと思います。王者トニーストーム対挑戦者リオナプラゾ、王者トニーストームの5度目の防衛戦となります。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではお願いします。So, at Shinkiba, you made it very clear that you think you have an advantage over me because of all this.I've been to NXT and I've been to TNA and ROH and yada yada yada, but you're missing the point. Whilst you were doing all that, and I mean that's great, yeah, that's great, but whilst you were doing all that, I've been here. For God's sake, I've defeated Io Shirai. What chance do you have?今のトニー選手はですね、まあそうね、この間の新木場で、明らかだったんだけれども、明らかになりましたけれども、私の方が有利なんですよ。で、なぜかというと、彼女はその前に NXT とか DNA とか ROH とかで戦っていると言ったけども、重要な点を見逃していると。それは何かと言ったら、私はずっとここで戦っている。しかも、白井を倒してここで戦っているんだよ。で、あなたにはどんなチャンスが今まであった。While I've been home, I've been able to compete on WWE, NXT, TNA, and Ring of Honor. And I've competed against the WWE Women's Champion. I've competed against the NXT Women's Champion. I've competed with some of the best in the world. And that is exactly why I came here to Stardom. So you might be the strongest, Tony,But I am the virtuosa. And next Saturday, you're going to become fluent in Perrazzo. I have WWE, NXT, TNA, and Ring of Honor. I have fought in
でしかも WWE の女子チャンピオンとも戦ったし NXT の女子チャンピオンとも戦ってきたのです。で、世界でも、最高レベルの人たちと私は試合をしてきたんです。だからこそ私は今ここにこうしてスターダムに来ているんです。で、あなたは最強とか言ってるみたいだけども、次の後楽園の大会で私がそれをひっくり返してあげましょう。ありがとうございました。That's cool and everything, but you've got to keep in mind that you're in my territory now. And this stays with me. You know why. Watashi wa saikyo. まあいいんじゃないので、ここはすでにもう私のテリトリー、私の、ホームリングになっている。私のステージになっている。私は最強。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。それでお願いしますので。OK です。じゃあ、お願いします。続きまして、ワンダーオブスターダム選手権試合30分、本勝負。王者、北条かえり対挑戦者、ジャングル、京南。王者、北条かえりの6度目の防衛戦となります。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、第8代ワンダーオブスターダムチャンピオンの海賊王者北条かえりです。この度ですね、6度目、もうすでにね、今年に入って一気にペースが進みまして、6度目の防衛戦となります。そして今回の相手はですね、久々のまた日本人ということで、しかも、後輩の普段ずっとこれまでね、私が面倒を見てきたというか、一緒に一番過ごしてきた時間が長いジャングル京奈とですね、こうしてタイトルマッチが組まれることになりました。京奈とは実は本当にちゃんとしたシングル、まあ一回だけやってるんですけども、それが IGF さんの上海の大会で一度しか戦ったことがありません。そこからは、ほぼね一度もタッグマッチでも戦うことは当たることはあったんですけど、直接こう バチバチとした試合をやったことはなくって、今回ね、まあ、前回の新木場で久々に絡んだなっていう感じだったんですけど、まさかね、挑戦をしてくるとは思ってなかったので、すごく、まあ、びっくりしたし、少しね嬉しい気持ちもあったんです。というのも私ファイブスターグランプリでですね、本来、京奈と、シングルでね戦うはずだったんですけど、その際私が脳震盪で、欠場してしまいまして、流れてしまったんですね。で、私もずっと京奈とはシングルマッチやりたいなと思ってたんですけど、こうしてね、白いベルトをかけてやるってことはまたね普通のシングルマッチとは違ったバチバチの日本人同士ならではのね戦いを今回は後、楽園ホールでできるということなので、気合を入れていきたいと思います。京奈は白いベルトを初めて挑戦するし、まあ、前回ね、シングルのベルト初めてケイリー・レイに挑戦して、そこでねいい結果を、試合は負けたけど奮闘していい自分の中で試合ができたと思うんだけど、またね後楽園ホールは全然違うし、白いベルトも全然違う
ベルトだからそこの準備は大丈夫かい？どうもジャングル京奈です。準備できてるから挑戦表明したんです。ずっと渋ってたんですよ。まだ自分にはその覚悟がなかった。だけど今は自信があります。そしてその覚悟が揃いました。今自分が今まで溜まってきた悔しい思い、いつも奮い立たせてくれたのは本当にカイリさんなんですよ。ここまで自分が立ち上がることができた、ダメダメな自分から気持ちで負けるなっていつも言ってくれたカイリさんだから、自分は挑戦したいって今思うんです。今の自分の気持ちを全部ぶつけます。全部受け止めてください。そして絶対に負けません。嬉しいって言ってくれました。今その気持ちを自分が勝って自分がとにかく勝ちます。だからまずは2月18日新木場大会、自分の全力の力をパワーを感じてください。そこで脅威に思ってください、自分のことを。以上です。はい、私もですねこの京奈とのシングルマッチは、ただのシングルマッチにするつもりは一切ありません。やっぱり京奈はねすごくずっと悩んできた5スターグランプリでも全く結果を出せずに、でも京奈はずっと試合後にね、かえりさんとかずっと相談してきてくれたり、一人でもずっと悩んでもがいてもがいて、今やっとなんだろう、波に乗ってきた感じなんですよね。だからこそ私は挑戦を受けたいと思ったし、その調子にうまく乗ってる京奈をねここで叩き潰して、プロレスの厳しさをね、北条かえりなりに伝えられたらいいなと思っています。まずはね今週18日、前哨戦が組まれているので、私も、並々ならぬ気持ちでね挑みたいと思っています。ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。北条選手にお聞きしたいんですけれども、京奈選手の方から今のコメントで次の前哨戦で脅威に思ってくださいという発言があったんですけれども、現時点では脅威に感じていますか。そうですね、やっぱり勢いというものを感じますし、まあ、先週のね新木場大会でも今までに見ないような、なんだろうな、粘り強さが、まあ、ケイリー・レイとの試合でもだし、前回の試合でも、なんだろう、今まではどこかやられたらそのまま心が潰れていってたような印象だったんですけど、諦めないがむしゃらさがここ最近の試合で今日ついてきていると思うんです。で、私も、この白いベルト、ずっと柚木さんの持ってた白いベルトに憧れて挑戦したこともあるんですけど、そこで本当にコテンパンにされた記憶があって、柚木さんに何もできなかった本当に悔しい記憶があるんですけど、今逆に私が柚木さんのような立場になってプロレスの厳しさを教えられるような選手になりたいと思って今回の防衛戦挑みたいと思います。ただ、脅威といえば脅威ですね。やっぱり勢いに乗ってる選手って怖いんですよね。本当にその勢いのまま大物食いすることだって絶対あると思うんで、私もそこは気を引き締めて、はい、挑みたいと思います。ありがとうございます。お願いします。
願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ワールドオブスターダム選手権試合30分一本勝負。王者白井伊代対挑戦者シェイナ・ベイズラー。王者白井伊代の11度目の防衛戦となります。します。女子プロ界のエース白井伊代です。今回この調印書にねサインするのももう何度目かなっていうぐらいの気持ちで今書いてましたけれども、まあ、今回11度目の防衛戦なんですけれども、まあ、前回私が赤いベルトを巻いた時は10度の防衛に成功して11度目の防衛に失敗してしまったんですよ。今回11度目の防衛戦っていうのは自分自身の記録に挑戦するっていう意味もありながら前人未到の11度目の防衛成功を私が必ず達成させます。その11度目にしてですね、対戦相手が、まあ、シェイナ・ベイズラーなんですけども、今までに一度も戦ったことのないタイプの選手ですね。まあ、元 UFC だか何だか知らないんですけど MMA をやってるっていうことで、まあ、先に宣言させてもらうと、私はMMA 格闘技っていうんですか、まあ、MMA っていうそういう言い方のジャンルがあるんだったら私はそのジャンルで勝負はしません。私はプロレスラー、プロレス生まれプロレス育ちなので、スターダムのリング、スターダムのプロレス、白井伊代のプロレスを見せた上で必ずこのベルトを守ります。あとよく聞かれるんですけど、先に言っときます、対策はあるんですかと。今んとこないです。ありがとうございました。I said from the very beginning of this that I came to stardom because I heard that's where the best wrestlers in the world were.That's why I had to get Io's attention at the last Cork and Hall show. Because apparently, I need to educate the Japanese fans, and more importantly, Io, on the fact that she calls herself the queen, but I've been the queen of spades for the last 10 years. I'm the real queen! I'm the real queen! All hail the queen of spades!今のシェイナ選手ですよ。私はもう参戦最初から言ってるんだけれども、スターダムには世界有数のレスラーがいると、そ
それを知ったから私はここのリングにやってきた。で、この間の後楽園ホールで、イオを襲ったけれども、これから日本のファンに教え込んで、叩き込んで、クイーンがどっちかということだ。で、私は10年、この10年間、クイーン・オブ・スペードというニックネームを習ってきた。で、私ことが本当のクイーンである。で、お前は、クイーン・オブ・スペードに、ひざまずくことになるだろう。覚悟してけよ。ありがとうございました。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではお願いします。はい、じゃあもう一枚、はい。